きます。天満、天満に住んでます。天満のテストに名前をつけてます。今の一級でロックバンドにつけて、いや、おじいができて何しようねちょっとまあほんなら最初はもう息子のことを歌った歌で、安尾くんという
糸を舐めとんのかっていうラスターで面白いよね。アサリのスープをね、飲んでた時にふっとこう、思ったんだけど、なんかこのままアサリのスープを飲み続ければ自分がアサリになってしまうんじゃないかという恐怖を感じて、歌ったんだけど、スープをすすんでいきますよ。夜の体に染み込んでいきます。僕は朝に俺が長いのだから帰って
人間な資格が欲しい。下を食べるお前の見つめられると私は溶けてしまう。
走るのやめようと言ってしまったんです。
少し落としてでも付き合うべきだったのか。仕事から帰るとかくれんぼしようと言ってきます。追っかけて押し入れはパニック、お母ちゃんはカンカン、なかなか見つからない。振り寄せるのも疲れが強く、次の日も次の日もやろうとやってきます。30過ぎのおっさんがかくれんぼばっかりでゲーと断ると、僕と遊ぶ時だけ6歳に何やとせがみます。今でも思います、あれでよかったのか。6歳の大人になって遊ぶべきだったのか。今でも思います、あれでよかったのか。大人の都合で子供と接していないだろうか。サブマサジョギングで逃げようと、それからの自分の将来を世の中とか動きやすいだけと埋葬というと土葬の民族は死体と戯れ、火葬の民族は死者を身近に感じ、死体よりも魂を大事にする。アフリカの模子族は人が死ぬと埋葬まで代わりにその人の服を着て生活をするらしい。アイヌは死んだが昼と夜が、あべこべの下界に行くらしい。夏に死ねば冬の服で埋葬する。バイキングは戦争こそ最大の喜びで、死んでも永遠に戦い続け、土で固め10日ほどは肉を食べる。家族は泣き暮れ、近所は飲めや歌えや。古代エジプトでは死ぬことは知らんで、死者の国で魂は永遠に住んで、みんなを世界の場所のようにする。ジプシーは死んだらそんな奴はいなかったことに、名前も口にしないし思い出話もしない。誰も知らず生きてるものしかいないとする。チベット密教では人は死ぬと、空を舞う鳥に運ばれ魂は天に、
前を切り刻んで取りに行かせる。ブラジルじゃ生まれたての子供はまだ人間じゃなく、バナナの葉でくるんでシロアリ塚に放り込み、ワニが食べるのを見計らって天に返す。アボリジニは土に埋め10ヶ月ほどしたら掘り返して白骨に残った肉を削ぎ取り、家族で焼いて食べ歯を引き継ぐ。フィリピン魔のごとくは死んでも何も変わらない。肉という死の世界があるがこの世の延長で、結婚したり仕事をしたり日常生活が続く。アイルランド民間信仰では長になる。フィリピンスロドッドクはコロギになる。フランスブルターニュは Yep.
ハッピーハッピーハッピーバースデー。